ここは JR 草津駅です。今回は三重県松阪市にある松阪城をご紹介します。草津線に乗り柘植駅を目指します。大御富士が見えますね。草津線は旧東海道沿いに大津と名古屋を結ぶ鉄道として1889年に開業しました。柘植駅に着きました。ここから関西本線に乗り換え亀山駅を目指します。亀山駅に到着しました。蒸気機関車時代の転車台がありますね。紀勢本線は伊勢平野を駆け抜けていきます。松阪駅の手前で近鉄山田線と交差します。松阪駅に着きました。ご来客列車をお待たせします。
それでは松坂城に行きましょう。地図がありますね。ここは市役所前です。松坂城に着きました。松坂城は蒲生氏郷により築城されました。松坂市立歴史民俗資料館。松坂は江戸時代の豪商三井家の発祥の地です。松坂城の建物は残っていませんが、豪壮な石垣が残っています。ここに日本百名城スタンプが設置されていますので押していきましょう。それでは松坂城を見ていきましょう。松坂城の見どころは壮大な石垣です。自然石がほぼそのままの形で積み上げられた野面積みの石垣です。本丸下段からの眺めです。本丸上段に行きましょう。
広いですね。天守台があります。かつては三層の天守があったとのことです。天守台も野面積みですね。この辺りの石垣は打ち込み萩です。石垣の隅は三里積みになっています。石垣が高いですね。本丸上段の石垣を見ていきます。古墳の石棺の蓋が石垣に使われています。
大丸に降りて行きましょう。マス型構造になっていますね。ここもマス型構造です。城外周の石垣を見ていきます。松阪は江戸時代の国学者、本居宣長の出身地です。石垣が美しいですね。
それでは松坂城を後にしましょう。松阪牛の焼肉を食べましょう。松阪肉セット280g にします。美味しそうですね。七輪で焼きます。ビールもいただきます。松阪駅に戻ってきました。帰りましょう。関西本線を進む列車が出ます。草津線で帰ります。草津駅に戻ってきました。ここ草津は東海道と中山道が交わるところでした。今回の動画では松阪城へ旅した様子をお伝えしました。阿呑宗によって築かれた豪壮な高石垣は圧巻でした。また松阪牛は美味しいので訪れる際はぜひ食べてみてください。それではこの動画はこれで終わりとなります。
最後までご視聴ありがとうございました。